かもう少年にしか見ねえぞ。なんだろう、微笑ましかった。どうでした相手役の高橋。いや本当に沖田総司は美しい男性ということで、うん、美少年ですよ本当に。私本当に完全に役に入りきりました。果たして、渡辺は何人をグッと来させることができたんでしょうか。沖田総司、渡辺真由の得点は何点でしょうか。8点でございました。よかったと思う人、前田亜美。はい、私はすごい顔が整ってるから、うん、綺麗な男の子っていう、それにグッときて、うん、そう、可愛いなと思って。眉毛ボーン眉毛ボーン逆に押してないと誰ですか。倉持、ね、さっきあんだけ泣きよったのに髪型、ここ変わらんよ。ほら、一緒やんけ、お前一緒やんけ。ロン毛が好きって言ったやん、さっき言ったんですけど、子供にしか見えなくてね。まあ確かにね、ランバルさん、いかがですか、この、まあ、傍若な美少年というところはすごくいいのと、まあ、あと言っても、うん、女性は不幸な男性が好きですね。あどけなさがどうしても隠しきれず、得点はいまいち伸びず。